ミラーボールに金色の草履、キラキラの衣装が。マツケンサンバポップアップショップが札幌にやってきました。オーレイ。札幌パルコに期間限定でオープンしたマツケンサンバポップアップショップ、東京、名古屋、大阪、広島に次いで5カ所目の出店で、本州では入場制限がかかったほどの人気イベントです。来ちゃいました。こちらマツケンサンバ T シャツ着てるだけでですね、もう元気がみなぎってくる感じがします。販売されているマツケンサンバのオリジナルグッズは全部で60種類以上。中でも一番人気なのはこちら、髪留めなんですね。どうですか、松平さんで留めさせていただいてるんですけれども、どうでしょう。ありがとうございます。すごくこちらもね、パワーをもらっております。さらにこちら、実用的なハンカチもあるんです。これからの季節にぴったりの色合い、さらに和風のテイストで素敵ですよね。ステッカーです。光ってますね。そうですね。明日から旅行行くのでスーツケースに貼ろうと思ってます。いい感じ、ツーショットになってますよ。どうですか、お隣にいらっしゃいますけど。いや、すごくちょっとテンションハイですね。見ると本当に元気が出ますね、はい。さらに透明なアクリル板に松平さんが印刷されているアクリルスタンドも特に若者に人気です。やっぱりこの3人いらっしゃる、これがいいですね。寝るときはじゃあ枕元に入れたらいいでしょうか。いいですね。ぐっすり寝られそうです。大学でよく空き授業の時間にマツケンサンバの動画とか見て、友達と見てて楽しくなるし、そう、これからも続けてほしいなって。若い人たちの間で特に話題となっているのがこちらの TikTok です。スマートフォン向けのサービス TikTok。 音楽に合わせて踊るだけで誰でもマツケンサンバの世界に浸れる動画が今人気なんです。会場には松平健さんが実際に着用していたキラキラの衣装も展示されていて、まさにマツケンサンバワールド全開です。顔もイケメンでイケオジなので、お店にいる時にマツケンサンバはもちろんマツケン阿波踊りなんかもこう聞きながら、元気もらいながらやってるので、本当に楽しくお仕事ができているマツケンさんのおかげでございます。